ペパーミントは、シソカハッカ族の多年草。和名は、コショウハッカ、西洋ハッカ。スペアミントとウォーターミントの交雑種であると言われる。原産地は、ヨーロッパ大陸である。ハーブの一種であり、独特のメントール臭がする。日本ハッカに比べると、メントールの含有量は50から60%と、低い。ヨーロッパ、アラビアで、葉を摘み取って乾燥させたものを、 ハーブや薬味として使用したり、花を、枝ごと、水蒸気蒸留して、精油を抽出して、香料として利用されてきた。ペッパーミント由来の香料は菓子に広く使われ、またハーブティーにも用いられる。同名の青緑色をした酒は、リキュールの一種でペッパーミント油をアルコール液に溶かし、砂糖及び、各種の方向油エッセンスなどを基礎とし、オリーブ緑。 マラキット緑などの色素で着色する。ペパーミントで埋め尽くされたト地チ種は水気のある状態を保てば容易に発芽する。また、種の他に地下茎でも爆発的に増えるので苗から育てる場合は一株購入すれば十分である。注意点として雑草以上に生命力が強いハーブであることが挙げられる。地下茎は柔らかくて切れやすいので、 増えすぎたものを引き抜いても、地中に、地下家が一部でも残っていれば、あっという間に増殖する。したがって、他の花と一緒に花壇に植える場合は、共存させるために工夫が必要となる。植える範囲を限定したい場合は、あらかじめ波形プラスチック板や木製の合板などを用意して、深さ20から30センチメートルほどの仕切りを、設けておくと良い。また、 アップルミントと寄せ植えを行う場合、ペッパーミントよりもアップルミントの方が、さらに繁殖力が強いためアップルミントに駆逐されてしまうので、その点も注意を要する。ペッパーミントの葉ペパーミントのハーブティペパーミントが添えられたドルチェペパーミントやスペアミントなどの発火族は、古代ギリシア、ローマで抑揚香料として、また食物や飲料の風味付けに使われた。 ローマ人がイギリスに持ち込んだハーブのうち、ハッカ類は一番の人気を保ち、旧世紀に修道院の庭で栽培されていた。ペパーミントは、西洋では、古くから軽い病気の薬として、毛に、生徒、後継連、発汗を促して、体を冷やす、病後の回復などの目的で使われた。精油や、これに含まれるメントールは、イギリスでは、消化不良や、 気管支援、過敏性腸症候群の治療薬として、いくつかの医薬品に使われている。ただし、過敏性腸症候群への有効性には、疑問が残ると言われる。また、局所マスや、筋肉通時の反対刺激剤としても用いられる。アロマテラピーでは気分をリフレッシュさせる、高揚させる、落ち着かせる、またニキビや、皮膚炎、喘息消化不良を。 普通など様々な効能が唱えられている。2011年時点では、アロマテラピーで言われる、精油の効能は、科学的に証明されていない。精油は皮膚に対して刺激性がある可能性があり、広範性皮疹、頭痛、除脈筋肉の新鮮及び、運動失調などの過敏性反応が報告されている。特発性心房細動。 喘息の悪化を引き起こした例がある。メントールを含む軟膏を使用したことによる、呼吸器の強い痛みや、少数ではあるが、チアノーゼも報告されている。ミントティーによる幼児の中毒例があるが、これは、プレゴンを多く含む種である、ペニーロイヤルによるものと考えられる。ありがとうございます。